シグサ殿、ハルヒメ殿、いざ尋常に、こちらを。この橙色のお蕎麦はトマトの匂い？いただきます。お味はいかがでしょうか。どうか汚いご意見お願いいたします。なんと言いましょうか、トマトのお味とお醤油のお味が絶妙な不和を奏でておりまして。ごめん、お水。申し訳ございません。すぐに持ってきます。巫女、これって。はい、スパゲッティというオラリオそばです。最近竹三日月様がオラリオ料理に興味津々だと耳にしまして、中でもこのスパゲッティなるものは特にご愛好なさっている一品だと。そういえば前に美味しいものを見つけたって言ってたような。ええ、大岡殿の話ではまるで恋焦がれるような目でスパゲッティを見つめ、その匂いを嗅いでいたとか。であればヘスティアファミリアへの一時的なコンバージョンすら許してくださった竹三日月様に最高のスパゲッティを振る舞い、ご恩返しをする好機だと思いまして。そっか、それで味見を。未完成なものを出してしまい、お二人に不快の思いを重ね重ね申し訳ありません。いえ、そのような事情であればいくらでもお力にならせていただきます。巫女様の清き恋心の成就のため、一肌も二肌も脱がせていただく所存でございます。成就などと、そのような大それたことでは。でも諦めたわけじゃないんだよね。それなら私も応援する。お二人ともありがとうございます。なれば不肖大和巫女、命の限りを尽くし全力を持ってスパゲッティ作りに挑ませていただきます。ではいざ尋常に。いただきます。今度こそどうでしょうか。こちらのお水も。今までにないこの刺激、一体何を入れたのでございますか。そばといえばわさびが肝であれば、それに類した辛みを出せば味が引き締まるかと思いまして。やはり類似品ではダメなのでしょうか。なんとか極東のわさびを探し出さねば。そういう問題じゃない気もするけど。手探りで試行錯誤するのも行き詰まってきたことですし、一度詳しい方にお話を聞くなどいかがでしょうか。なるほど、
その手がありましたか。我が剣にしても武三和様の薫陶の賜物ならば、しかるべき師を見つけ学ぶことが至高のスパゲッティに至る最良の道。どうかどうかスパゲッティの極意をお教えください。何度言えば分かるんだい。調理法は店の命だ。教えられるわけないだろう。自分にはなさねばならぬ使命があるのです。お願いします。どうか自分にスパゲッティを。これが極東の土下座というものですか。すさまじい気迫ですね。何をしたって同じさ。ここは飯を食い酒を飲む場所だよ。諦めな。金さえ払えばどんな奴にだって飯は食わしてやる。そいつの目的なんざ私の知ったこっちゃない。宮川さんは技術を盗むなら勝手にしろと言ってるんですよ。ありがとうございます。これが北条の女主人のスパゲッティ。いざ。このシンプルな具材を引き立たせる味付け。なんて高い。以前どこかで聞いたような。これは濃厚なトマトソースを塩と胡椒で絶妙に整えている。しかもこの麺の硬さ、絶妙に芯が残らぬギリギリを見極め、まさにアルデンテ。ヤマトさん、本当はスパゲッティに詳しいのでは。武三和様、いざ尋常にご賞味くださいませ。まるで真剣勝負でも追っ始まりそうな企画だな。それではいただかせてもらうぞ。なんともいい香りが。大丈夫、あんなにいっぱい頑張ったんだし。そうです、御事様、自信を持ってくださいませ。ありがとうございます。そうですね、みんなで共に作り上げたこの料理であればきっと。おお、うまい、うまいぞ、ギコト。本当ですか、武三和様。ああ、これこそまさに桃源郷のスパゲッティ。遠く離れた異国の地でしか味わえぬアルデンテの結晶だ。あ、御事様、いつの間にかようなアルデンテを。秘訣は一つ、アルデンテは死ぬことと見つけたりです。みんな変なこと言い出したよ。いや、本当に驚いたぞ、ミコト。まさかこれほどのスパゲッティを食べさせてもらえるとはな。ありがとうございます。
自分も武見和地様に喜んでいただけて何よりです。お前をコンバージョンさせたのはやはり正解だったな。料理の腕一つ取っても短期間でこれほどまでの変化を見せたんだからな。変化？上達ではなく？ああ、ある意味において上達よりも困難なことだ。俺たちと一緒にいた時、外の者たちと触れ合うことも少なかっただろう。それを少々もったいないと思っていた。確かにヘスティアファミリアに移ってからは多種族やオラリオンの方々との交流が増えましたが、ああ、それこそが変化だ。未知の文化や知識の存在を柔軟に受け入れ、それを自らに融合していく。このスパゲッティはその象徴だ、ミコト。多くを学び、変化、成長したお前がホームに帰ってくるのを楽しみにしているぞ。武見和地様、そこまで自分のことを考えて。当たり前だろ。俺はお前の主審で父親なんだからな。してしまうという武見和地様の殿下の宝刀、頭ポンポン。春姫ちゃん、聞こえちゃうよ。武見和地様。ん？自分は必ず大きな飛躍を遂げ、武見和地ファミリアに戻ってみせます。異教の料理も知識も可能な限り吸収して帰りますので、どうかどうか楽しみにしていてください。ああ、待ってるぞ、ミコト。